はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。日越ともいき支援会っていう NPO 法人あるらしいんですけれども、日越って、越ってベトナムのことですね。代表、吉水、地方、だか、なんて言うかわかんねえ。人の名前難しいですね。特にこの人難しい方ですね。ベトナム人技能実習生が、毎年5000人前後失踪している。シャラッと言ってますけど、恐ろしい数字やな。地下に潜った彼らを我々はモグラさんと呼んでいる。なんだその可愛い、呼び方はという感じなんですけれども、ネットの話、そしておかしな事件が増えていく。後のベトナムマフィアである。大量に受け入れ、超低賃金でこき使えば、そらこうなる。政府が人買い代行やってて恥ずかしくないの？これは緊張感を持って注視を加速だな。雇ってる企業に責任取らせよう。簡単に在留期限1年与えたらそらやりたい放題。片っ端から見つけて強制送還が正しい。言っておくが、実習制度は民主党政権が決めたことだからな。らしいです。そうらしいです。安倍の移民がとか、言うやついるけど、違うみたいです。試験なんですけどね、今年の在留ベトナム人は、45万人。今、日本国内にベトナム人45万人いる。中国人を抜いて1位に。これ、在留ですから、永住は中国人多いですよ。100万人越したとか、言った。婚姻など。日本人と結婚したとか、私の知り合いでも中国人の、女性嫁にした人3人ばかし知っております。私の知り合いだけで、これを除いて在留している外国人として永住資格もないんだけど在留しているベトナム人が45万人で1位だそうであります。それと去年逮捕されたベトナム人は1908人で2年連続1位外国人1位、だそうであります。失踪の背景に一方的な雇用中止や賃金未払いが横行してるからってあるが、まあどうだかわかんないですね。まあ一番多いからベトナム人が注目されてるけれども、他国から来てる、スリランカであるとかネパールであるとか実習生の失踪状況はどうなんでしょう。リスとしてはそんなに変わんないんじゃないのかな。他の国よりベトナム人の方がこらえ性がなくてひどい待遇に我慢できないっていうこともなさそうですし、ベトナムの人会が仲介してですね、日本の人会に身柄を渡して双方が搾取しているそうであります。さらに彼らをですね、零細企業やら農家やらがこき使う、嫌になって逃げ出すと。夕張メロン農家、コロナ鎖国で実習生来ないので生産できない、いやいや日本人雇え、非難合々でしたけれども、実習生頼りだなんて、それが来ないと破綻するなんてビジネスモデルとしてはとっくに破綻してんでは。日本改革党は外国人実習制度に強く反対しております。一刻も早く廃止を。1年間で5000人いなくなるなんて恐ろしい話ですよね。そんじゃうちが潰れてしまうね。農家とかそんなの知らねえって、ベトナム人だけで毎年5000人が地下に潜伏をなんとかしないと日本が潰れちまう。そんなの知らねえっていう話でね。今は作物や家畜を盗んでたまに捕まってるだけだが、規模が大きくなればもっと大きな犯罪やり出すのは明白ですよ。あとですね、女の子、可愛い女の子、実習生で来ると日本人と結婚するパターンもあるみたいなんですよね、これ。男はなかなか売れませんけれども、39歳トラックドライバーだが22歳のベトナム人と結婚した。可愛いなんていうスレッド立ってましたよ。ちょっと読んでみたんですけれども、月2万ぐらいね、ベトナムに送金してやるんだって。2万円でベトナムでは家族が生活できちゃうんだって。それでですね、若くて可愛いと。17歳年下であると。日本人、
トラックドライバーって書いてありましたんで、まあ頑張っても500万いくかな年収、それだとまあ、17歳も下の日本人はまあ、嫁に来て、もらえないんでしょうね。一説によるとですね、年収100万1年間だって、まあ分かりにくいとは思いますけれども、40歳の男が10歳下の30歳の嫁欲しいなと思ったら年収1000万必要だって。で、40歳の男が25歳の嫁欲しいなって思ったら、まあ、15歳下なんで年収1500万ないと無理だって、そういう説が婚活市場にはまかり通っておりますけれども、そうしてみっとね、40歳下の嫁もらった加藤ちゃんとかは、まあ、年収4000万ぐらいあったんだろうな、っては思いますけれども、でね、その若いベトナム人嫁、の特徴なんですけど、人懐っこくて可愛いんだけれども嫉妬深くて重苦しいって嫉妬深くて重苦しい、なんとなくわかります。異国に嫁いできて周り外国人だらけで、まあこの人に見捨てられちゃったら私この国にいらんねえなって思ったら、そりゃね嫉妬深くもなると思いますよ、心細くて。まあそういうようなパターンもあるんですけれども、年間5000人失踪ってシャラッと怖いこと書いてありますよね。これで得してるそのね人会ども、日本ミャンマー協会なんていうのもありまして、まあ日本ベトナム人協会なんてのもあんだろうな、多分な。実習はそこ通さないと、来れないとか、まあ搾取してるとこあんだろうななんて思いますけれども、今年の一般会計税収総額の予定額は68兆3500億円で過去最高を更新する見込みだって。3年連続過去最高を更新してる、更新する予定、安倍総理が退任してからだよな、3年連続って言ったらな、財務省がやりたい放題ってことなのかなーって、2020年、2021年、2022年がずーっと過去更新ってことは、だいたいそのぐらいですもんね。安倍総理が退任した頃ですもんね。ネットの話、税金取りすぎ、減税して、金持ちの国外脱出がはかどる、だったら回せ回せ、金を回せ、まあばらまけってことなんですかね。消費税減税してもいいだろう。マイナス成長で税金だけが増えていく地獄、財務省増税しなきゃ、さくらん、そらこれだけばらまけば税収も増えるよ。大量にばらまいた一部が税金として戻ってきただけでは、一般会計が過去最高だが、これ実質税金の一部です。一般会計が税金のすべてではありません。あとですね、財務省は消費税は福祉目的に使いますから、言ってですね、消費税を減税させまいとしてますけど、金に色なんかついてねえんだから、それがね、全部福祉にだけ当てられるって全く証明できない、財務省の詭弁ですね。嘘です。年金プラス国保税プラス、まあ、実質税金の受信料など加えた実質税負担率が 48.1% の超重税国家、こんなんでは若者が夢も希望も持てませんよ。中高年も持てませんよ。それら特別会計を含めると政府の予算は、まあ、GDP550 兆円程度の 48% で264兆円程度に、なると思われます。まあ大体このぐらいですね。日本の実質国家予算200から300兆円って前々から言われておりましたんで、まあこのぐらいですね。一般税は国民負担のごく一部なんですよ、実は。国保と年金が地味に大きい。国会で答弁した大臣もいましたよね。いつの間にか特別会計、つまり年金や保険税が一般会計上回っちゃって、母屋貸して、母屋の方がボロくなっちゃったなんて言った大臣もかつておりました。まあそれでも飽き足らず増税したい財務省、厚労省、走行距離税やら
介護保険料上げたいやら、財務省のモチベーションがですね、増税したいってあることは明白なんですけれども、もう一つありました。自分とこ以外の予算を減らしたい。これは民主党の蓮舫なんかにシナリオ書いてやって、台本作ってやって、仕分けなんてのを演出して、他のところの予算減らしまくりましたよね。おかげで洪水なんかも頻発して、これは財務省のせいで洪水被害があったとも言えるな。11月4日、昨日、完全なる無能と呼び名も高い鈴木財務大臣、鈴木善光の息子、麻生副総理の義理の弟、防衛省自身も自己改革と合理化に取り組んでもらわんと。防衛省ですね、5年間で48兆円っていう資産を強く牽制しておりました。そういえば財務省は30兆円前半に抑えてやって48兆円に難色示してましたね。ネットの反応です。財務省もな、財務省も改革と合理化が必要だ。内なる敵、他の省庁にも言えよ。戦争を前にして防衛予算をケチるとは。財務省、我々は自己改革合理化しません。潜水艦と核ミサイルに全振りすればだいぶ節約できるぞ。できっかもしんないですね、これね。少なくとも日本を攻めようって国はなくなるだろう。むしろ他の省庁を合理化して防衛に集中すべき。その通り。どこに使われてんだか分かんない男女共同参画予算10兆円なんてのも全部なくして防衛費にすればいいんだよね、これね。予算配分したくないなら自衛隊に商売させてくんないよな。そんなに財務省金出すの嫌だったら、集めた税金を防衛省に回すの嫌だったら、商売させてくんねえよ。現在、原発の最高管理責任者は経産大臣なんですけれども、これを防衛大臣に変えてですね、全原発を自衛隊さんにタダであげて、やってですね、タダで、譲渡します。自衛隊が原発を管理運用売電して得た利益を防衛予算にすればいいんですよ。事故が起きた時、それをなんとかできる組織は日本で自衛隊さんしかおらんでしょ。つうかですね、自衛隊さんでどうにもできねえんだったらば、日本にあるどっこの組織もどうにもできませんよ。だから原発の管理運用は自衛隊さんがふさわしいと私は思っております。愛国者はどんどん電気を使って自衛隊を儲けさせようっていうのもありですよね。あとはですね、国策で兵器をバンバン開発して他国にバンバン売って商売やるっていうのも、ありですね。防衛予算稼ぐために、武器輸出三原則をテレビ新聞左翼どもが故意にですね、日本は兵器を輸出できないって誤解させてますけれども、違いますよこれ。共産主義国、国連決議による制裁対象国、紛争中の国には輸出しないってものでしてね、どこにも輸出できませんっていうふうにテレビ新聞は誤解させてますけれども、やっぱ我が国の一番の解読はテレビ新聞財務省なのかなって確信しております。今日のその他のニュース、岸田総理、次世代原発建設について検討の加速してくださいと言ってしまい、何言ってんだバカなのか、大好評を博しておりました。岸田総理は頭が良くないと思ってましたけど、どうやら極端に悪いみたいだな。なんだ検討加速ってさ、国民をイライラさせる天才ではありますね。特殊詐欺容疑で韓国人の朴英治31歳無職逮捕。大阪、顔もバレてて指名手配されてたそうで、金欲しさにやったと全く飾らない自供をして、むしろ清々しいなと。高齢女性から騙し取ったキャッシュカード、これは記事か、これ記事ですね。何十年も前のことでしたが、やっぱり韓国人がですね、芸能人に会わせてあげる、俺芸能事務所なんだけど、誰それに会わせてあげるって、少女を騙し何十人と毒ガニかけた、そんで捕まった事件がありました。捕まった後の自供でですね、若い女性と行うことが生きがいだったってほざいてて、すげえなこいつ、
全然飾らないな。まあ日本人だったら、気の迷いでとか、全然モテなかったのでとか、ストレスでとかなんか言うでしょうけど、若い女性と行うことが生きがいだったって言っちゃう、むしろ清々しいなって、思った覚えもありますけれども、まあ、今回捕まった僕エイジもですね、金が欲しかったで素直に言ってから、むしろ清々しいな、こういう感覚はちょっと日本人にはないとこですよね。メール当院さん大募集しております。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからメルマガ読むだけで、見るだけで、撮るだけで知識が上がって賢くなる日本改革党のメルマガ買ってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。